強盗殺人と窃盗の罪に問われているのは、ブラジル国籍で女性の夫のプラテス・アルメーダ・デメルソン被告50歳。強盗殺人の罪に問われているのは、長女の内縁の夫の箱崎・ルカス・春ル被告24歳。強盗殺人報酬の罪に問われているのは、長女の相原・アルメーダ・キンベリ・カオリ被告26歳です。 起訴状などによりますとデメルソン被告らは去年5月3日の夜鈴鹿市内の路上で妻のロゼリさん当時46歳の首などを切りつけて失血死させ財布などが入ったカバンを奪ったとされていて長女の香織被告は現場付近で見張りをしロゼリさんの帰宅をデメルソン被告に知らせるなどしたとされています。またデメルソン被告は事件の翌日 妻名義のクレジットカードを使って現金139万円を引き出すなとしたとされています今日通知法裁判所で開かれた裁判員裁判でデメルソン被告とルカス被告はいずれも殺意を否認し殺害の実行役は自分ではないと主張し香里被告は犯罪をするとは知らなかったと無罪を主張しました この後の冒頭陳述で検察側は、デメルソン被告が妻のルゼリさんを殺害し、金品を奪う計画を立て、2人に指示したと指摘しました。裁判員裁判は明日も開かれます。